M3 中戦車、M3 中戦車、M3 中戦車、英語、ミディアムタンク M3 とは、第二次世界大戦に際して、アメリカで開発、製造された戦車である。グラント及び、リーという愛称でも知られるが、この二つの愛称はいずれも、 イギリスでのもので、イギリス軍向けの使用で生産されたものを、南北戦争時の北軍将軍ユリシーズエス軍との名を取って、ジェネラル・グランと、アメリカ陸軍向けの使用のままで、イギリス軍に引き渡されたものを、南軍の将軍ロバート・イーリーの名を取って、ジェネラル・リーと命名したものである。1939年9月の第2次、世界大戦勃発からヨーロッパを、 電撃戦で接見したドイツ軍機構部隊は、主砲に 50mm 砲あるいは 75mm 戦車砲を装備した3号戦車や4号戦車を投入しており、37mm 砲と機関銃8丁を搭載した、不評部隊用に開発された戦車に過ぎない M2 中戦車の劣勢は明らかであった。その時点でアメリカ軍が装備していた装甲車両は約400両で、 その大部分は M1 系戦車と M2 系戦車を主体としており、数十両の M2 中戦車と M2A1 中戦車が残りを占めていた。1940年6月にフランスが敗北するとアメリカ陸軍では本格的な気候部隊を発足させる計画が開始された。それまで別々だった不評戦車隊と騎兵機械化部隊の統合が行われた。 議会では抽選者1500両分の予算が承認され、1940年8月15日に1年以内に M2A1 抽選者を1000両生産する計画がクライスラー社と契約された。しかし実機抽選者は走行を強化した上で 75mm 砲を搭載することが決定され、この計画は直ちに書き換えられた。1940年8月28日の クライスラー社との契約で M2A1 中戦車に代わり新型の M3 中戦車を生産することとなった。アメリカ陸軍において気候部隊の整備責任者の一人であるアドナ・チャーフィー大将と兵器局の会談で 75mm 砲を搭載可能な大型砲塔、砲塔リングなどを早急に設計するには兵器局は経験不足あるという警告がなされ、 実際に量産可能なレベルには至っていなかった。そこで、大型砲塔が開発されるまでのつなぎとして、T5 中戦車の車体前面右側に 75mm 軽流弾砲を装備するテストを行った T5E2 中戦車の設計が M3 中戦車に継承された。その結果として、M3 中戦車は、車体右側スポンソン、張り出し部のケースメイト、 高角式砲座に31口径 M 2 75mm 砲を備え、車体全部左側には固定式の 7.62mm 機関銃2丁が備え付けられた。そして 37mm 砲に同軸の 7.62mm 機関銃を搭載した全周線解放等と社長用の 7.62mm 機関銃等が備えられた。 変速的な形の戦車として完成した。新機軸として 75mm、37mm 75 37、mm、砲、共にウェスチングハウス社製のスペリー式、ジャイロスタビライザー、砲安定装置が装備された。試作車で取り付けられたものだが、トラブルが多発したため初期量産型では搭載されなかった。これは現代のように高精度の走行間射撃が可能なものではなく、 走行しながら、目標に対し砲を素早く施行することができる程度で、扱いが面倒であるとして使用しない兵も多かった。砲角内に装備された 75mm 砲は、同様に車体2砲を装備した、ルノー B1 とは否、な、左右15度程度なら車格変更も可能である。副武装として装備された車体と、重刀型キューポラの 7.62mm 機関銃には、 他の多くのアメリカ戦車の車体前方基準同様に、照準装置がついておらず、ペリスコープから栄光弾の軌跡や弾着を確認しながら射撃した。西の方を搭載していることもあって、乗組員数も多くの7名が登場した。なお、無線機を砲塔内に置き、基本的に社長が操作するものとした、英国仕様のグラントは、 無戦士を搭乗させない6名乗車が基本となっており、アメリカ仕様のリーもソビエトに供給されたものなどでは、無戦士もしくは、砲塔弾薬師を搭乗させない6名乗車で、運用されていた例がある。車体の基本構成はともに、T5 中戦車を半とする M2A1 中戦車とほぼ同じで、垂直渦巻き、スプリング、ボギー式の足回りや、コンチネンタル車製の空冷補使型級。 人ガソリンエンジンを搭載して移転などは、1942年2月より、量産開始された M4 中戦車にもそのまま引き継がれることとなった。M3 は、空冷製型エンジンを縦に搭載しているために、基本的な車体光が大きく、さらにその上に重頭付きの砲塔を持つために、全体的に大きくかさばる車両で、遠方から発見されやすく被弾しやすい。ただし、車高がある分、 砲塔上の社長からの遠方視界に優れるという利点はあった 75mm 砲は車体右側の低い位置にオフセットされているためにタグイン、ゴーや遮蔽物に隠れて砲塔だけを露出させる戦法が不可能などの不利があった半ば強引2砲、各式に手法を搭載していること以外にもドライブシャフトが戦闘室内を貫通している構造操縦士は 減速機の上にシートを設けて座る構成になっているなど、急増品ゆえの洗練されてない箇所も見られる。M3 は1941年1月に先行試作型が完成し、同年4月から生産が開始された。第二次世界大戦3戦前でありながらも、大量生産が開始され、イギリス軍へ供与されるとともに、アメリカ軍への配備が進められた。 1941年から翌1942年12月の生産終了までに全型合計6258両が生産され、M4 戦車配備までのストップギャップとしての役割を十分に果たした。前述のような問題点も多かったものの、同時期の数軸軍戦車に比べると火力と走行、そして機関と走行装置の信頼性では勝っており、 イギリス軍においても供与が開始された時点では、どの戦車よも総合的な能力では、勝っていた。開戦後は戦訓によって、防御上の問題点とされた、車体側面ハッチの廃止、操縦主要ペリスコープの追加、車体砲への同軸光学式直接照準機の追加と長方針40口径 M375mm 戦車砲、M4 戦車の手法同じ砲への変更。 といった改良も随時行われている。なお、車体法の内装式棒縦構造は、被弾による変形や回転部に挟まる断片によって、旋回、不行不能に陥る事態が多発したため、外装式棒立てに設計を変更することが企画されたが、本社はあくまでより本格的な戦車である M4 へのつなぎであるとされたため、設計変更はされぬままに終わった。 車体を流用して M31 戦車回収車や M33 牽引車として改造された車両も多く、これらは戦車砲は撤去されているが、非武装であることが一目でわからないように、車体方角部へパイプで作られたダミーの 75mm 砲を備えた車両が多い。このダミー砲角はハッチとして開閉可能で、車体全部からの出入り口として重宝された。 戦後、ソミュール戦車博物館をはじめ、各地に展示されている M3 中戦車は、戦車回収車型や早期牽引車型に砲塔を乗せて、M3 らしく復元した車両が多く、注意深く観察すれば、75mm 砲はダミー砲格そのまま、砲の根本に棒立てがなく、技法は完全に固定されており、上下動不可能なので判別が可能である。フランスで、 大量の戦車を失っていたイギリスはアメリカにイギリスの戦車を生産させたいと考えたが M3 中戦車を希望に沿って回収した車両をイギリス軍向けに製造してもらうことで合意したこの設計はイギリス人のチームが言ったイギリス軍では社長近くの砲塔内に車載無線機を搭載することを重視したためこれのために砲塔後部に張り出しを設けることになった アメリカ軍向けでは、砲塔上部に 7.62mm 機関銃を搭載した、全周旋回可能な銃刀型キューポラがあったが、イギリス軍向けでは単純なハッチに変更された。細部の設計が終了して、最初の試作車は1941年3月13日に完成し、最初のイギリス軍仕様の砲塔を搭載した M3、中戦車が完成したのは、同年7月だった。 冒頭以外の違いとして操縦主要のペリスコープや全集型サンドスカート、新型リタイなどが生産中に導入された。イギリス政府はアメリカ国内の数社と2085両の生産契約を行ったが、1941年3月のレンドリースポーの成立に伴い、この契約はアメリカ政府が肩代わりすることになった。 グラント型砲塔の生産数は1660機ほどで大半は M3 の車体に搭載されてグラント I として完成したが少数ながら M3A2、M3A3、M3A5 ベースのグラント3、7、9も作られた。なお、M3A1 と M3A4 ベースのグラント、グラント2、A、とは実際には製造されておらず。 形式番号のみが設定されている。イギリス型の M3 抽選車は、ボールドウィン、プレスドスチールカーカンパニー、プルマンスタンダードカーカンパニー製だったが、戦闘での損失率が高かったために生産が追いつかず、アメリカ軍仕様の M3 抽選車も受領した。これは、ジェネラルリーと呼ばれた。リーのイギリス仕様として、砲塔の基銃塔を外し代わりに、グラントのハッチを装備した通称。 リーグラントも存在した。しかし、実際は、イギリス軍部隊では、砲塔の違いに関かかわらず一括りに、グラントと呼ぶのが普通だった。M3 中戦車はまずは、北アフリカの砂漠で、イギリス軍の巡航戦車として活躍した。従来のイギリス製巡航戦車が装備した2ポンド砲や6ポンド砲は、当初、砲弾が鉄鋼弾しか準備されておらず、 榴弾が配備されていないという深刻な問題を抱えていた。強力な榴弾を発射でき、かつ対戦車戦闘でも有効な 75mm 砲を装備した M3 中戦車は大変喜ばれた。同時期に導入されていたクルセーダー巡航戦車よりも機械的信頼性が高かった。しかし 37mm 砲と 75mm 砲と2つの砲を備えるのは 社長の指揮の上で煩わしく、車体に手法を装備する配置は、理想とは、かけ離れていた。砂漠の戦闘で、高い車高は良好な視界を得ることができたが、敵に対して遠方からでもよく目立っため、格好の標的にもなった。七十五ミリメートル砲の搭載位置の関係で車体を地形に隠す入るダウンを行う子もできなかったため、運用にも制限があり、車高の高さを活かせない上、 欠点をフォローできないとして不評だった。1942年も半ばになると、あらゆる面で優れた M4 中戦車、シャーマンがイギリス軍に配備されるようになったが、M は1943年5月にドイツ軍が北アフリカから撤退するまで対戦車戦闘に用いられ、その後 M3 中戦車はオーストラリア軍に回され、太平洋の戦場で使用された。 その後もイギリス軍に残った車両はビルマ戦線での反抗に投入され、まともな対戦車火器を持たない日本軍相手に大きな威力を発揮した。アメリカ軍は統治作戦やその後のチュニジアの戦いで M3 中戦車を用いていたが実戦経験の不足もあり、ドイツアフリカ軍団の統合戦車や DI10 ーー戦車の前に大きな損害を出してしまった。 中戦車として実戦投入されたのは、シチリア島上陸作戦やイタリア戦初期の頃までで、M4 中戦車が戦列化するとともにその価値は失われていった。その後は訓練用に用いられたり、本社をベースに、M31 戦車回収車や M33、早期式牽引車等に改造され戦争終結まで使用された。M31 や M33 は概ね好評で、 M4 や M5 をベースとした戦車回収車や牽引車が開発、配備された後も、それらの車両より使い勝手が良かった上、支援車両としては十分すぎる走行を有していたため、砲兵の中には M33 牽引車に固執する部隊もあったという。M3 中戦車はレンドリースポーによる援助の一環としてソビエト連邦にも送られた。ソビエト赤軍では、 M3 は、同じく供与された M3 軽戦車と区別するために、とはロシア語で、中型の意、e、と命名されたが、イギリス軍及び、英連邦諸国軍での名称である、リーという呼称も使われている。将兵の間では、M3 は、使用に関わらず、クラントと呼ぶ傾向があった。これらの呼称の他に、その大柄で車高のあるデザインから、日の宮倉の胃、e、や、二階建て、 三階建てのい、大きくてかさばるもののいというニックネームが付けられたが、社交があり、遠方から発見されやすく、被弾しやすい上に被弾人の発火性が高い、法実ことから、六人用、七人用共同墓地のいなどと呼ばれ、ここから、確実なる七人の死のい、七人用共同墓地、常実という略語も生まれた。M3 抽選者は、 供与が開始された1941年から1943年にかけてガソリンエンジン搭載車とディーゼルエンジン搭載車の両方各型合計1386両がアメリカからソビエト連邦に引き渡されそのうち417両が輸送中にドイツ海空軍の攻撃により輸送船ごと失われて未着となった 赤軍においては1942年から部隊が編成され、同年5月の第二次ハリコフ攻防戦に初めて実戦投入された。M3 中戦車はクルスクの戦いにも装備部隊が投入されており、この際に撮影された写真が著名である。1943年半ば以降には国産の T-34 戦車の生産と配備が軌道に乗り始めて、 十分な数が前線に供給されるようになったことと、アメリカよりの供与品としてもより完成度の高い戦車である M4 シャーマン中戦車の引き渡しが開始されたため、以後は北方国境、コラ半島、カレリア地境、極東方面など主力戦線以外の配置隊や訓練部隊に回されたが、1945年時点でも装備する部隊は存在しており、 1945年夏の時点でもザバイカル軍管区には少なくとも1両が配備されているとの記録が残されている。M3 中戦車は同年8月の満州侵攻でも使用されたとする説もあるが確証はなく疑問が残る。実際に運用した赤軍戦車兵の評価では M3 はと評価された。また、法安定装置と無戦手が操作する。 車体前面の連装固定基準が有効性はともかく興味深い装備であると評されている。反面といった問題が指摘されている。このように M3 は後に供与された M4 戦車に比べ評判は良くない。それでも乗り心地や故障の少なさという点では T-34 より好まれた。また蒸気のような別称的愛情や 不評の数々は、ソビエトがアメリカ及びイギリスの援助兵器に頼っていたこと、またそれらの援助品は、ソビエト国産のものに比べて工業製品としての質が高かったことに着目されないためのプロパガンダとして実態以上に懸念された面が強い。なお、M3 中戦車の他に派生型である戦車回収車仕様の M31 も供与されており、 M31 バイトが115両共有されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。